髪がすごいですね。だいぶ伸びたな。散髪に行こう。こんばんは、2月25日金曜日午後10時30分を回りました。ほんと髪がボサボサなってますね。申し訳ありません。4語頻語な夜、第112回、今夜もどうぞよろしくお願いします。あ、すいません。今日はとても疲れました。大変でしたね。気持ちはわかりますがっていうタイトルで、今日の作業の状況をお話ししたいと思うんですね。平日、先週の金曜日は次の日が土曜日で休みということもあって、消防とかあと建築会社とか、会社ぐるみ団体ぐるみで参加される方が多くて30人ほどいらっしゃいました。もう今週、今回の金曜、今日の金曜日は僕ら一チームと、あと日置市の、鹿児島県日置市の、消防のチームと、あと宮台生大学生のチーム、3チームでしたね。そんでボランティアで行くと30人はいかないですね。20人前後の、ボランティアさんでした。で、僕ら、一般ボランティアさんなんですが、どうなんでしょう。気持ちはわかるんですけど、なかなか難しいんですね。一応ボランティアセンターの体育館の待機所の方で、出発する前に、社協の職員さんと、僕らボランティアさんの方でミーティングを行うんですよ。そのミーティングの際に言われるのが、必ず、これは絶対守ってほしい。屋根の上には登るな、ということですね。禁止事項の説明があります。で、もちろん屋根の上には登りませんけれど、例えばですね、これは写真が違うのかな？紹介しますね。これは3番。どれ？これか。これ、この写真の場合、もう屋根の下に、すぐも雨どいがあるので、脚立とか、ピケの足場を組んで、作業を行えば済むんですよ。あ、これでなかったかな。写真。僕今日の午前中の写真は、ないんですね。こういった場合いいんですよ。ただ、屋根の下に、よくほら、ベランダとかにあるような、トタン屋根みたいな出っ張りの庇がありますよね。その庇のところの下に、雨どいがあるタイプなんですね。そのタイプ、屋根ではなく、いわゆるカーポートみたいなところをきれいにしないと、また雨どいに火山灰が入り込んでしまうと、いくら雨どいだけをきれいにしても、元の木阿弥というかね、屋根じゃないカーポートみたいなところからスーッと灰が落ちると、また雨どいに溜まってしまうということで、屋根の上という定義が非常に難しいんですね。いわゆる瓦屋根の上は登ったらいけないのか、一律屋根と言われるところは全て登ってはいけないのかというところですね。これまた今日職員の方には聞いていないんですけど、現場対応で臨機応変に作業をするしかないなと思ったんですね。で、僕は最初、ボランティアさんって普通の日は、高齢者が多いんで、高齢者というか言っていいのかな。60代以上
65歳以上か、いわゆる前期高齢者が 多いんですけど、その方々がね、言うこと聞かないんですよ。僕は、もう、先ほどさんが言ったように、まず雨どいやりましょうって言ったんですけど、まあ、頑固な方もいらっしゃるようで、いや、雨どいだけやっても、カーポートの方から灰が落ちてくると、またできないということで、どうしようかなと、僕も気持ち的には、カーポートの上に乗ってやった方がいいなという考えを持ってましたんで、ちょっとグループリーダーさんには黙って、安全に留意しながら、カーポートの上の、カーポートとか、トタン屋根ですね。トタン屋根なんで、そんなに傾斜はなくて、まあ、割と水平に近い傾斜だったんですけど、でか、あの、トタン屋根登って、作業を行いました。まあ、後からグループリーダーに見つかって、リーダーの言うことを聞けと言われて申し訳ありませんって言ったんですけど、でも実際ね、屋根以外のところからスーって灰が落ちてきて、また雨どうに溜まっちゃうという恐れがあるんですよ。ですんで、このような足場、ちょっとこれ写真が見えるかな？建築現場にあるような頑丈な足場、を組んで、で、作業を行うんですね。で、このね、足場がね、非常にいいんですよ。昨日の写真をご紹介しましょうか。これ連結式で、ずっと足場を組んでいけるので、はしごとか、あれ、結構不安定なんですよね。どれかな？あ、これ。はしごなんかを組むよりは、ちょっと待ってくださいね。ボランティア入乳さんのさ、これか。これですね。脚立とか、はしごを組むよりも、この足場を使った方がね、非常に安定するんですよ。だこれ使っちゃうと、トタン屋根のところまでもね、作業ができるので、まあ非常に喜ばれました。そんで、まあ厳密に言うと、屋根と言われるところは、すべて登ってはいけないんですよ。僕らボランティア。だからね、今日グループリーダーさんが、ちょっと怒ってました。お昼からは、俺の言うことを聞かねえと、社協の職員に、文句言うぞって いうようなことを言ってましてね。しまったな、やばいな、と思ったんですけど、でもね、安全に留意するっていうことを、まあ、僕らも、危険を承知の上でやるってわけじゃなくて、逆に、安全を十分確かめた上で、まあ作業を行ってますんで、もう怖いなと思ったら、もう降りちゃうとかね、すいませんと下にいて様子見てくださいと、ええなことを他のボランティアさんに伝えるというようなことも、事前に話をしてますんでね、まあ安全留意して作業を行ってきました。で、雨どいの作業はですね、この写真がいいのかな？これか。ちょっと見えにくいと思うんですけど、雨どいの灰を全部除去した後、水で洗い流します。確認しますね。ちゃんと雨どいから、下の方に水が流れているのか、詰まりがないのか、雨どいって曲がってますよね、写真のように。まっすぐスッと押してなくて、ちょっと斜めにスーって傾いて、スッって降りてますんで、そこに落ち葉とか、火山灰とかが詰まっていると流れませんよね。その場合に、針金とか細い棒で、また、つついて、ほぐして作業を行うということなんですが、今日の場合は、中の方の詰まりもなく、
もうスムーズに水が流れましたので、まあ、作業的には午前中も午後も早く終わりました。で、帰ったのがですね、午前中がですね、あと始まりが9時半過ぎてましたけど、10時40分ぐらい、だいたい1時間ぐらいで作業が終わりました。で、早めにセンターに帰ったので、社協さんの社員さんが、職員さんが、なんか作業がないかなということで、一応ブルーシートをきれいに洗うという作業を行いました。それで今日午前中の、ちょっとすいませんね、作業は終わったんですけど、で、1時間ちょっとたっぷりと休憩することができました。で、お昼もですね、午後1時ぐらいから、現場の方に、出向いたんですね。それで、1時間ちょっとかな？ 3 時前にはもう作業が終わって、センターの方に戻ってね、皆さんさようならと別れました。今日は串間市の社協さんからも職員の方が3人いらっしゃって、僕ら7名でチームを作って作業を行いました。まあ、怪我もなく、事故もなく、無事終わったんですけどね。お昼から社協、災害ボランティアセンターの職員さんが2人ほど来られて、様子を見に来てましたけどね。お昼から、2人かな？ 3 人ぐらいかな？ 2 人か。カメラ持って記録、僕のこのユーストリームの放送を見てるんでしょうかね。昨日その前、ちゃんと記録に残しましょうっていうことをお話をしたら、ちゃんと、次の日、今日かな？カメラとか、携帯のカメラとか、デジカメで、活動の様子を記録してました。まあ、非常に良いことかなと思いますね。まあ、こういった災害ボランティアはないことが一番いいんですけど、また今後、いつかこういったことがあった場合の記録として残すのは非常に大事かなというふうに思いますんでね。それは良いかなと思いました。で、センターに戻って、道具を戻して、道具を洗ったり、元の場所に置いたりして、もう3時過ぎには、さよならと、お疲れ様でした、ということで、帰りました。今日はね、今日も疲れましたね。言っちゃ悪いんですけど、平日、若い人っていないんですよ。はい、じゃあ若い人、上に乗って雨どいの作業してね、と言って、私が、下から2番目に若い、男性で、まあ、上の方に登って作業したんですけど、でも、年にはかないませんね。今年も50歳です。ですんで、自分は若い若いと思っているんですけど、実際疲れます。今日も、速攻で家に帰って、家に帰ったのが4時半ぐらいかな。で、シャワー浴びて、夕食食べて、テレビを見ていたら眠ってました。まあ、日頃、そういった、労働、激しい重労働というのは、やってませんので、まあ、非常に、疲れるようなことをすると、ぐっすり、睡眠時間は、取れますね。なるほどね。はい、ということでした。まあ、明日はちょっと僕はパソコン教室があるんで行けませんけど、また日曜日、高原町に向かいたいと思います。日曜日？なんか雨が降るような天気予報になってますけど、まあ雨が降ったら、またね、大変なので、まあ、雨が降らないことを祈りたいと思います。まあ、現場主義というか、現場に行かないとわからないこと、見えないこと、
まあ、結構ありますね。さっき言った屋根の上っていうところ、家によっても違いがあるんですね。まあ、これは明らかに危ないなっていうところもありましたし、今日のように、ここのトタン屋根の上ぐらいまではできるだろうなということもあるんですけど、要するに、怪我をしない、ね、進んで危ない場所での作業をしないということをきちっと守ればいいんですけど、で、実際、怪我した場合にね、屋根の上にいましたというとなっちゃうと、まあ、責任問題になると思うんですよね。まあ、その後、そのところが、まあ、難しいなというところですね。だから、今日来たのかな？ボランティアセンターの職員さんがね。まあ、あんな風にして、彼らはデスクワークで、なかなか現場に来てもらえることはなかったんで、今回初めて現場の方に来られたかなと思うんですけどね。とても良かったです。あとヘルメット。これはね、ちょっと被っておかないとダメですね。高いとこに登るわけでもないんだけれど、地上にいても頭をぶつける可能性があるんですよ。さっき紹介したこれね。あ、すいません。これとか、これか。この足場を組むときに、軽トラックから足場を下ろすんですけど、周りをよく見ないで、うんって下ろすときに、ゴーンと頭を打った方がいらっしゃったんですね。だから、あれも非常に危ないので、地上にいても危ないことはあるんで、まあ、ヘルメットは必要です。まあ、ヘルメットは、高原町の消防団の消防用の大きなごっついヘルメットがありますんで、ご自分で用意することはないと思います。ご自分で用意しても、ホームセンターなどで900円で売ってましたね。僕もちょっと別に1個ヘルメットを買ったんですけど、黄色いヘルメット、900円ぐらいで売ってました。これ安いなーって、安くてこれ安全性があるのかなと思ったんですけど、ちゃんと GS マーク、安心安全マークが、ついてましたので、特に問題なく、使っております。ということで、まあ、現場楽しいですね。面白いっていうかね、まあ、いろんな、支援物資、昨日届きました北海道からのボランティアさんへの支援物資も、無事にお届けしました。ああ、今日その写真とかビデオを撮ってなかったですね。申し訳ありません。日曜日また出向きますので、写真撮りたいと思いますが、昨日紹介したジェル状の栄養ドリンクはもう売り切れてました。大学生が何人いたのかな？ 7 人いましたね。もうすぐもそれを撮って飲んでました。あと、マスクもね、N95 という高性能なマスクもすぐ売り切れてましたね。皆さんわかるんですよ。毎日マスク使ってるんで、どのマスクがいいのかっていうのがね。すんで、売り切れてました。本当ね、ありがとうございます。ね、そういった全国からの支援の状況とかもね、現場に行くとわかりますんで、次回ちょっと休憩時間、撮影する時間があれば、支援物資の状況、どんなものが来てるのか、どのくらい数があるのか、ということもね、ちょっとお伝えできればいいかなというふうに思っております。まあ、ほんと今日疲れましたね。まあ、明日は、お昼からパソコン教室があるので、パソコン教室の準備もしないといけないので、まだ今夜も早く眠れません。なんかね、いつも作業が終わって、お風呂入ってご飯食べて、まあ、ブログの更新、ツイッター見たり、動画を編集する。一番きついのが動画の編集ですかね。
編集が終わって、あと、レンダリングっていう作業があります。レンダリング作業が結構時間かかっちゃうんですけど、あと YouTube 用に動画を変換するっていうエンコードっていう作業もね、10分ぐらいの動画で1時間半ぐらいかかっちゃいます。まあ僕のパソコン古いので、まあパソコンの性能が悪いので時間かかるんですけれど、その1時間半の間に他の仕事をね、やったり休憩したりやってます。ですんで寝るのがいつも遅いので、明日はね、お昼からなんで、午前中寝坊しようかなというふうに考えておるとこです。というとこです。災害ボランティアセンターで今のところ大きな怪我とか事故は発生してません。よく地元の新聞に、この前かな、都城の方で屋根から滑って怪我しましたとか、首の骨を折ってますとかいうような記事が載ってますけど、あれはボランティアセンターという文字は書いてないので、まあ個人の家で、まあ、個人の方が作業されて落ちたんだろうなぁと。まあ、都城の災害ボランティアセンターの方でも、今のところ大きな怪我や事故は起きてませんっていうようなことを聞いてますんでね。個人での作業っていうのは非常に危ないんですよね。この前も作業中に作業してる横のお家の方から、うちも作業できませんかという依頼があったんですけど、一応作業さんとしては、高齢者の方、あと障害者のお宅の中心に行ってるんでね。まあそういうところは、今NPO 法人の高春ハートムさんも頑張ってやってらっしゃいますんで、そういったあたりにお願いすればいいかと思います。あと、詐欺事案か、とかね、いう変な輩も結構動いてますんで、ボランティア団体、市民団体、まあ一番いいのは、高春ハートムさんとかにお願いするのが、良いのかなと思います。僕らも高齢者、障害者のお宅を中心にやっていこうというふうに動いてますんで、まだ結構依頼件数があるみたいで、まだ作業は全然終わってません。今日も佐野神社がある佐野地区に行ったんですけど、まだまだ道路とか歩道には火山灰が積もってますしね。避難してましたからね、住民の方は。ですんで、まだ佐野地区とか、祓川とか、あと花堂とか、そういうところはまだね、うっすらと灰色っぽい感じがしてましたんで、今後はそういうところを重点的に作業するのかなと思ってます。ということですね。明日ほんと、先週の給食でゆっくりしたいと思います。で、今日、髪がボサボサなってるんですけど、昨日北海道からいただいた支援物資のシャンプーを使って髪を洗ったんですけど、気持ちよかったですね。まあ普通も、まあ、シャンプー使って髪の毛洗ってますけど、なんか若干違う感じがしましたけど、でも髪が伸びましたね。ちょっともう散髪に行かないと、明日ぐらいでも散髪に行ってきましょうか。これで恥ずかしいもんね。はい。今日もツイッターは使ってません。ですんで、音声の状況はそう大きな問題ないですね。やはり、複数の画面を出しながら、ユーストリームやりながらツイッターやってると、ちょっと音声が途切れちゃいますね。そんで今ツイッターはスマートフォンで確認しているとこです。特に番組に関するお便りとかご質問とかは来てませんね。何かあったら答えるんですけど、ダイレクトメールは来てますね。
ちょっと先ほどツイッター上で問題があったので、問題というか、意見のすれ違いがあったんでね、まあ、そのことをお返事が来てますね。市民メディアってどうなんでしょうね。私、公共性がある人間なんでしょうか。公共人というふうにツイッターで言われたんですけど、公共人と、まあ、メディアがね、公共性があるんであったら、大手マスコミはどうなんでしょうか、というところなんですね。まあ、ね、例の川上光江さんのブログ、あ、ツイッターの件ですね。3週間も経ったのかな？ツイッターを再開したということで、そのことをツイッターで書いちゃったんですけど、なんであの反応したのか、ほんと僕はわかりません。それに関する相手方の意見というか、お便りが、ダイレクトメール、1通、2通、3通？そうですね。来てますんで、と後でゆっくりと読みたいと思います。なんでしょう。そんな市民メディアに過度に期待してもダメですよ。僕らのフリージャーナリストというよりも、パブリックジャーナリスト、市民記者なんで、しかも僕がどんな状況で 記事を書いてるのかっていうのがわかればね、そんなに僕に公共性を求められても、僕は逆に困りますし、動けません。あれを言うな、これを言うな、そういうなってなっちゃうとね、僕ははっきり言って民主党の政治家は嫌いですんで、嫌いということが公共性がないんであれば、じゃあ、読売や朝日や産経や毎日はどうなんですかって、NHK はどうなんですかっていうことになるんですよね。一人の市民メディア、市民記者の言っている発言力が大手マスコミぐらいあるんであればね、僕も言葉を選んで発言しますけど、宮崎の片田舎のね、50のおじさんがぐじゃぐじゃ言ったって、それに公共性があるのかどうか僕には判断できません。ね。逆にフリーな立場で、ね、好き嫌いをはっきり言うと、いい悪いをはっきり言うと、まあ民主党の中にも、立派な政治家はいますし、ね、ダメな自民党の政治家もいますし、公邸行きの際は、共産党の議員さんとも喧嘩してますし、まあね、喧嘩しますよ。いいことはいい、悪いことは悪い、それしかありませんもん。そこに公共性をね、求められたら、僕はもうどうしようもありません。ね。だから民主党の政治家って書いたらダメだって言われたら、どうしようもないですね。そっか、僕分かりません。まあ、それはもう置いときます。まあ、余分なエネルギー使いたくないんでね。今は、現場に行って、ただ黙々と作業をするというだけです。そして、その状況をお伝えすると、ね、いうことだけです。一回来ればいいんですよ。ぐじぐじ言う連中は。時間作ってね。現場に作業してね。そうすると、民主党の政治家の言ったことっていうのが、もっとわかると思うんですよ。それだけのこと。現場に来いと。来れなかったら、しょうがないけどね。申し訳ありません。ということで、まあ、あまりもう愚痴は言いたくないんですけど、ちょっと今からまた、動画、今日は動画は、もう動画の編集は今日は終わったですね。あとブログの更新とか、また明日のパソコン教室の準備をやりますんで、今夜の4語頻語な夜、
第112回、この付近で終わりにしたいと思います。申し訳ありません。ご意見とか、アイデアとか、ご不満とか、ご要望等ございましたら、ツイッターの方のタイムライン、リツイート、または DM でよろしくお願いします。それでは、今日の放送をこの付近で終わりにします。また明日よろしくお願いします。失礼します。